先生。はい。はいはい。インパクトゼロってね。インパクトゼロって何？何？あ、自分で何っていうようになってきちゃったの、最近。1、2年前なんか聞いたことある。1年前ね。うん、最近ね、あんま言ってくんないからね、もう。言ってくんな。言ってくんなくなっちゃったから。だから、なんかちょっと忘れてた、今。忘れてたでしょ？うん。ワンナップゴルフといえば。確かに、インパクトゼロから始まりましたよね。そう、始まったし、うん、右手だし。そう。左使わないし。そう。うん。上だし。そう。肩回転だし。そう。それを、何のために、うん、じゃあ、ちょっとおさらいしていい？うん、して。右手で打てって言うでしょ？言う。左使うなって言うでしょ？言う。下止めろって言うでしょ？言うね。肩回転しろって言うでしょ？言うね。それすべてインパクトゼロのためなの。知ってんじゃん、インパクトゼロ。やっちゃったー。そうよ。だって、うん、俺がやり方を、その、言葉で伝えて、それをトール君が命名してくれたんだから、そうだね、絶対知ってます。知ってるね。で、今でもやってる。やってんだ。うん。打っちゃやる。いや、そうでね。勝手にね。そう。勝手になっちゃうこと。なっちゃうんだよね、もうね。もう染みついてるから。それ、やりましょうか。やりましょう。OK です。平井博明の。ワンナップゴルフ。そもそもなんだけど、うんうん、これ例えば初めて見た人がいたら、はい。何言ってんのってなっちゃうから。OK です。ざっと？それともちゃんと？ちゃんと。いや、前提を絶対言っていけないと。そうだね。うん。ざっとが好きだから、ちゃんと最後で言うから、ざっとで最初言っていいよ。ゴルフはインパクトでこうやってまっすぐこうやって戻ってないとまっすぐ飛ばないっていうことがインパクトゼロなんですよ。うん、ちゃんとインパクトをアドレスの状態というか、自分が打ちたい球のインパクトの形にこうやってバチってゼロに戻るっていうことがインパクトゼロですって、ワンナップゴルフでは言ってるんです。うん、それは当たり前だよね。当たり前なんです。当たり前なんです、ね。当たり前すぎてみんな言わないことなんです。でも、世のゴルファーはどうなの？そう。そこが問題です。うん、9割の方が、振り遅れといって、うん、インパクトがゼロに戻らない形でボールを打ってるんです。うん、ああ、なるほどね。そう。ヘッドが振れてるのね。そうなんです。向こうに飛ばすわけだから、うんうん、こうやって戻んないとダメじゃない？そうだね。それで当たんないと。そう。これが、こうやって当たるんですよ。そうすると、向こう飛びますよね、右に、うんうん。そう。これが起こってる。それが9割。これがほぼほぼ9割だね。ああ。で、それを嫌がってもちろん左も行くんだけど、うん、こうなるって分かってる、うんうん。こうなるって分かってんのにやるからね。でもそれはなんでか知らないからじゃね。あ、変な話、その、アッパーの方は知ってるけど、うん、振り遅れてるから、振り遅れないように打たなきゃいけないっていう頭がないんじゃないの？知らなかったの。振り遅れてるかどうかもわからないってこと？そう。なんで右行ってるのかが。うん。ああ、それはある。そうです。それはある、それはある、それはある。だから、単純な話よ。うん。これがまっすぐ飛ぶじゃない？うんうんうん。そうです。これが右に飛ぶじゃない？あ、そうだね。そう。で、これが左に飛ぶじゃない？うんうんうん。これの原理っていうか、これに近いことで、うん、今のは軌道が全部まっすぐじゃない？ああ、そっか。うん。でも、これに、例えば、クラブが寝たら、うんインサイドからこう入る。はいはいはい。クラブが前に倒れすぎちゃったらアウトサイドから入る。うん、そう。で、まっすぐでも開いたら右に飛ぶ。っていうのがいろいろ入ってくるわけよ。そっか。一個じゃないっていうか。そう。ただ、途中そうなったとしても、インパクトをまっすぐ戻そうとしてたら、そういう動きにはなりづらいから、基本動作としてインパクトゼロをやってくださいねって言ってるんですよ。はいはい。はい。わかります。すごくよくわかるけれども、はいはいはい、じゃあその辺のレッスンに行った時に、ま、うん、っすぐ当たんないと、ま、うん、っすぐ飛びませんからね。で、まっすぐ当てようとしないと、振り遅れますからね。うん、だから、振り遅れないように打ちましょうねって、多分言ってくれないよね。言ってくれないですね。だよね。言ってくれないですね。そんなレッスン聞いたことないよね。聞いたことないですね。当たり前すぎんのかな当たり前すぎるし、うんお金払うところからじゃないことだと思うんだよね。というの本当はめちゃくちゃお金払って聞かなきゃいけないことなんだよ。うんうんうん、だけど、俺は知らないけど、お金払ってんだから、もうちょっと上のこと教えてよ。あ、難しいことなんだ。さあ。さあ。俺はそれ、
多少なりともあると思うよ。それはあるかもしれない、うん、確かに。あとはインストラクター側もやっぱりせっかく来ていただいてるんだから、やっぱそれなりのお金もいただいてるし、やっぱね、まあすごいことだったり、そういうことをお伝えしようとか、もちろんそのお客様が基本じゃなくて魔法を教えてくれとか、飛び級をね、そういうことを例えば聞かれた言われた時にそれを教えたりすると基本を飛ぶじゃない、そうすると振り遅れます。高い金払ったからってボールの位置1センチ動かすワンナップボールのレッスンとは違うわけだ。違います。ちゃんと高い金の分教えてくれるんだちょっと言い方があれだけど言い方がでもそういうこと、そうだね、そういうこと。例えばインストラクターとお客様の中でそういうことが起こると、お互い悪い気持ちしてないのに基本を知らずに上のことをやっちゃうことが全然あるし、これは現実の話、あった話だから言うけども、女性のインストラクターで初めて2ヶ月の人にこうやって打ってくれって言ったっていう、言われましたっけ、そういうことが起こるとインパクトゼロには戻りません。インパクトゼロに戻らない理論だからねそうだね、っていうのが、たくさんあるから、インパクトゼロちゃんとやろうって、そう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 、言ってくんないから誰もね、今日川崎から来た方、インパクトゼロできなかったの最初。でもさ、動画見てんだから知ってんだよね、めちゃくちゃそれについては。知ってるの。そうだよね。でもその方レッスン受けたことない。30年ぐらいゴルフやった、はいはいはい、そう、もちろん動画を今までやってたことの逆をワンナップゴルフっていう動画を言ってるから、あの興味をその示してくれて来ていただいたんだけど、1から8とか、インパクトゼロとか、右手で打つとか、そういうの全部知っててくださって、過去動画も見てくださって、そう、それでインパクトゼロができてなかったのそう、だからインパクトゼロもちろん戻すことは知ってるけども、さっきトール君が言ったことももうまさになんだけど、インパクトに戻らないの、ゼロに、戻し方を知らない、どうやってやったらこうやって戻るのかがわからない、それを教えたの。9番でね、125から130ぐらいだったのが140になった。7番であのグリーン超えた。すごいね。ドライバーがね、ナイスドローになっちゃった。あら。本気でドライバー右しか行かなかったんだよ。まあ、毎回同じ人言ってんだろうって感じなんだけど。そうだね。全然。いや、もういつも同じ話だから、同じ人の話をさ、何人もいるかのようにさ、ちょっとさ、言わないでくれる？広大広告だって捕まっちゃうから。この動画撮っとこう。捕まるのはボールだけでいいから。うまい。そう。それが、本当に右しかいかない。それをね、スイング直さないで、まっすぐ行かした。いつもそうだから。いつも同じ人の話だから。違うの。ボールの位置動かしたんでしょ、どうせ。ボールの位置動かした動かしたんでしょ、動かした。で、川崎から来たのにボールの位置しか動かさないで返したんでしょ、そう。無知を鉄の棒にした、こうだった。はいはいはい。そう、それをね、こうやったの。はいはいはい。それと、ちょっと左巻き締めたの。それとね、その方、まっすぐ構えるよ。こうやって打ってた。ちょっと開いてんだ。開いてるでしょ？開いてる。俺ね、正面から見たときに、うさーと思ったの。それぐらい開いてたの。そう。で、ご本人は、俺が向こうから見てて、まっすぐに、下、これぐらいの向きで構えてください。もうこれ左足に当たりますって。大丈夫。自打球？そう。そんぐらい被って見えるんだって。正面から写真撮ったの。うっそーって言ってた。そう。それぐらい違和感が。やっぱね、頭って都合いいから、自分がナイスショットの出る向きがまっすぐって思っちゃうのね、本当のまっすぐじゃないの。こんなんじゃ左行っちゃいますっつってバキューンってナイスショットだった。行かないんだ。行かない。行かない。行かないし、めっちゃくちゃ音良くなったし、もう、まあ、距離が全然ね、もう違うし、だから、もちろんスイングが最初はね、
こうやって打ってた、うん、めっちゃくちゃインサイドから。そうだね、そうインサイドから入るのを直さないでインサイドを直したからよかった普通さ、それインサイドから入ってるからインサイドから入らないようにって直すでしょ。直す直す、そんな直し方しないから。ワンナップゴルフは知ってる知ってる、うん、そこ直さないんだからそう、その気になるとこは直さない。そう、これで直った。あ、そうなんだ俺本人に聞いたもん、インサイドから今入ってませんけどインサイドから入らないようにしてますかって、一切意識してませんって言ったそうでしょってそう、だからインサイドから直すのは簡単なんですよって。インサイドを直すのは大変なんだよ、うん、だけどインサイドを直すのは簡単なんだよどっちなんだよ直接ね直そうとすると難しい。そう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 、はい、で叩けないって言ってたの。叩けちゃったのでも入射が素直だし、オンプレーンで入ってきてるし、うん、結局まっすぐ行くから叩いたら飛ぶだけじゃん、うん、だから叩けるの、うん、そう極めつけはね、これをやってたから叩けない。はいはいはい、そう、それを固くしてパンって前に出せるようにしたらそれは叩けるじゃない。 それをやってもらったの。ユーティリティとかもみんなこうだったんだけど、それを直して打ったらやっぱ全然、やっぱ適正ロフトだから被ってないから高さは出るの、はいはいはい、でもご本人は被って構えてるわけじゃない、うん、今までより、うん、だから上がんなそうだって言うんだけど、うん、でも大丈夫ですよって言ってで打ったらやっぱ高いんだよね、うん、で飛ぶし、うん、適正ロフトだから、うんうん、全然結果がね変わっちゃうから、うん、上がんなそうでもね、上げるのはロフトだから間違いないですそうです、そうロフトです。自分じゃないんだもんね。自分じゃない。ただね、すごくいいスペック使ってて、うん、ちゃんとアイアンも R だったし、あ、そう、うん、ウッド類もすごくいいフレックス使ってたし、うんうん、だからスペックはもう問題ないから、うん、それをうまく活かすのは、うん、やっぱこうアドレス、うん、お尻の位置ちょっと高くして、うん、でその分この角度のまま膝で調整してくださいって言って、うん、張り感を持たせてね、やっぱ安定するし、もともとやっぱスイングいいのよ、うん、すごく良くて振り感もあって、うん、アプローチ苦手ですっつって普通に打てるようになったし、うん、でそういうところでちょっと直してってちゃんと結果はね良くなったんで、うん、すごくいいなと思って。でインパクトゼロですよね。そうするために、うん、するために、うん、やっぱりね、うん、右手を使わなきゃいけないし、うん、でこれちょっと先に言わせてもらっていい、うん、左手の使い方言っていい、うん、左を多少胸の前から左脇を締める、うん、で左グリップをしっかりする、うん、で左グリップと左肩のこの距離を変えないのね、うん、縮めないってこと、うん、縮んだら脇開いちゃうじゃない、うんうんうん、脇を締めてこの状態で構えるのね、うん、それでこの左腕は自分から動くことはないの、うん、この左腕を動かすのは肩回転なの、こうやって。ああ、腕はじゃあ動かさない。動かさない、動かさない。これね、こうやって肩そのままでこうやってやる人いる、うんうんうん。これはインパクトゼロにはなりません。はいはい。視点がずれちゃう。正解。正解でございます。こうやって、こうやって、こうやってやるでしょ。うん、これをクラブ動かしてくださいって言ったら、うん、クラブじゃなくて胸動かす。はいはい。こうやって。ああ、そっか。そう。でもさ、言っていい、うん、胸で腕動かしてんだから左腕はリードしてないでしょ。そうだね。そう。むしろここリードじゃない。胸だね。そう。で、これで多分加速はできないでしょ。できない、ね。だから加速何したら右なの。あ、で、アクセル。そう。こうやって、こうやって。あ、そう。だもちろん、こうやって左でこうやって固めてこうやって体の回転で来るよ。うん、だここで右で押せなかったら飛ばないから。そう。左腕リードし続けたらね。はい、はい。うん、だから右手を使ってくで、左手を使わないでくださいっていう。それで、左脇を締めて、ちゃんと胸の回転でこうやって打てなきゃいけないんだけども、それの YouTube で多いのは、下半身使えっていうの。で、俺最初に挙げた下を使うなって言ったでしょ。下って、使い方としては、ここをギューってこうやって寄せて、このままこうやって、こうやって寄せて使うの。そうすると回った時にキュッてこうやってなる、うん、そう、これ下から動いたら閉まんないから、こうやって、うん、こうやってなるから、うん、よく見るやつ、うん、こうなったら上がまともに動かないから、うん、そう、絶対に横回転、こうやって下使うよ、
縦回転になるでしょ。あ、だからまっすぐ行かないの。だから下使うなっつうの。上から順に動かなきゃいけない。肩が動いて、腰が動いて、膝が動く。はいはいはい。そう。だからこういうスパゲティを絞ったような、こういうフィニッシュになる。そう。それはもう絶対条件だから。それで打てないショットがないんだけど、欲が上回ったら、じゃあ下半身使って、そのショットがあると前提で、それに加えていかなきゃいけないから。だから先に腰切って、下を使ってってやったら、打てないからね。だからインスタとかでも、ほらね、タイガー、マキロイは下使ってるでしょっていう投稿とかもあったんだけど、そらそうよ。できてんだから上が。そりゃそうだよね、うん。世界のトップなんだからさ。そう。だからそこが勘違いするでしょ。そういう投稿を見ると。あ、やっぱ下使うんだ。そうだね。使うよ。使うよ。上使えてんだから。上がちゃんとタイガーとかマキロイぐらい使えるようになったら下使ってくださいって話だ。そう。とか順序の話は誰もしてくんないんだね。してくんない。タイガーはこうなってる。マキロイはこうなってる。そう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 。そうそうそう。でもタイガーももちろん手打ちなんだからね。間違いない。そうなんです。それで手打ちなんだもんね。そう。だから、下半身入れていいかどうかの合図って、胸の正面に左腕を伸ばしたグーを持ってくるでしょ。うん、これで前傾取るじゃない、うん、この左腕と肩のこの角度あるでしょ。これを変えないで、で、ここにこうやって持ってこれたら使っていいよ。合図。合図。だいたい、こうなる。グーここでしょって。ここでしょって。うんうん、ああ、ここ止まって、こうやってなる。はい、そりゃスライス出る、うん。これができてないのに下半身使ったらもうダメだからね。あとは、こうね。潰しちゃう。ダメ。それぐらい左手リードだったり、左手を使ってやるんだったら、その左脇を締めて、肩のスピードと同じスピードでこのグーが、こうやって伸ばしたまま動けてなかったら、入れられない。これがすごく重要なポイント。だから、インパクトゼロっていうのは、右手を使って、それを、まあ、補ってあげるっていう面もあるんだけど、ちゃんと、クラブを前に押してあげなきゃダメ。それは、もちろん、さっきも左手の時話したように、胸よりも遅かったり早かったりしてもダメなの。同じ状態の回転スピードで、こうやって押してあげて、こういう形。要は、こういうことよね。これができてなきゃ、もちろんダメだし、その分飛ばしたければここのスピードを上げてこっちをついてこさせなかったらダメだから、ここが緩くちゃいけないのに、しっかりクラブを持っとかなきゃいけないから、飛ばし屋でここを襲う人いないから、アプローチパターンなんかまさにそう、ここのスピードが合ってないから、こことヘッドが合ってないからうまくいかない、そう、インパクトゼロになってないから、これね、あ、じゃあインパクトゼロってあれなんだ、胸ゼロなんだそうだよ。そういうことだよね。バストゼロでございます。そう。胸ゼロですよ。胸ゼロなんだね。ああ、初めて言ったね。300本ぐらい上がってるけど。うん。そうだね。まあ、それの方がイメージしやすい人いるかもしれない。間違いない、間違いない。ね、うん、考え方のね、そう、イメージの問題だった、ね。今までインパクトゼロと分かんなかったけど、ちょっと胸ゼロにすればいいんだって、うまくいく人いるかもしれない。確かに。ちょっと打っていい？どうしようかな。ちょっとだけ。そう、今、トール君と僕が言ってるのは、この実際のクラブヘッドが、溝落ち、胸、この辺、とにかくこの辺と回転と同じスピードで動いてるってことなんですよ。こうやって。これが基本動作。これはもうインパクトゼロにしか戻りません。左脇締めて、左グリップを多少しっかり握って、左腕の張り感っていうのは、8割ぐらい張ってる感じなんですよ。で、これ左腕とこのクラブを動かすのは胸の回転です。こうやって。これがすごく重要な動きで、結局パターもそうなんですよ。ショートパット外れるのもそうだし、アプローチでざっくりトップもそうだし、結局じゃあ胸の回転よりクラブ遅れますよ。これ今ダフったんですよ。これ遅れてるから。胸の回転より早く動きますよ。トップが出るんですよ。そう。これが結局ズレ。同調できてない。それって何って言ったら、
左腕の緩みだったり右手の加速のタイミングが合ってないとか、そういう感じ、意識がないとここと一緒に動けないから、なんか最初イメージしやすいで素振りでこうやって溝落ちにくっつけて、ああこれぐらいのスピードね、これぐらいのスピードねってイメージを出した方が意外と早く動けないんだろうね。ああ動けない動けない、想像してる感じよ。そうクラブ持ってたらそんな早く動けない、ね、ああで早く動こうとするからこうやってなるでしょ。そうでこうやってなったりするでしょ、うん、そう両方出ちゃう。ここの動きあっての早い遅いだから、ここがどう動いてるかだからね、うん、だからそこの意識がないとこ うまく飛ばせないし距離感が合わない。それができてきたらそこの動き関係なくクラブのヘッドの動きだけでこうやって打っても全然いいですよ。そうこうやって打とうがこうやって打とうが何やっても変わらないんだけど、ただその胸のスピードを意識した上でのことだから、だから結局このここにこうやって戻ってこないとダメ。ここにこうやって。それは、こうやって戻ってるかどうかよね。こうやってやる人大体。戻ってないな、そもそも。だからここがインパクトゼロだからね。そうだね。そうなっちゃったら。胸ゼロ。ここ、ボールに戻るかどうかじゃない？そこに、こうやって戻ってこないとダメ。こうやって。そう、そこに腕とクラブをこうやって合わせないといけないから。それをちゃんとやってるかどうか。疲れちゃったもん。そうだね。うん、暑くて。暑いね。風ないし。しかも扇風機回さなくしたからね。そうね。入ってるからね。ボーボーね。ほんと申し訳ないです、ほんとに。だから、インパクトゼロっていうのはすごく重要なことなんです。ほんと今回初めて見ていただいた方なんかは、ちょっと練習場で意識していただきたいポイントになりますね。ちゃんと左グリップと左脇を締めることと左腕の張り感っていうのをちゃんとキープしてあげて、その腕とクラブを肩回転のスピード、胸のスピードで動かしてあげる。それがとりあえずアプローチでもできてきた方がいいんですよ。で、最初分かんなかったらパターでもいいんで、パターのこういう体についた状態でこうやって打てるかどうかっていうのもすごく重要なんで、それをちょっとポイントとしてやってみてください。で今回はですね、久しぶりにインパクトゼロという動画、改め胸ゼロという動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。